おはようございます、ミゲルです。今日はですね、ちょっと昨日の撮影にだいぶ悔いが残る結果だったので、リベンジということで α7C に24-105mm のレンズをつけて ND フィルターなし、マイクは ECM-B1M です。ピクチャープロファイルを PP10 の HLG にして今日は撮ってみたいと思います。前回ここのシーンズームはいい感じだったんですけど、レンズ内手ブレ補正の切り替えをずっとオフにしていたので、結果すべてカタリストブラウズに頼るという感じになってしまい、ちょっとね編集がめちゃくちゃ面倒くさかったんですよね。ということで、なるべく今日はレンズ内手ブレ補正を使って撮ってみたいと思います。もうね、こうやってズームした時にね、レンズ内手ブレ補正がないともう手ブレがひどくて見れなかったんですよね。だからカタリストで結局編集するという感じになっちゃいました。素晴らしいですね、レンズ内手ブレ補正あった方が楽。こうやって自撮りで歩き撮りするときだけレンズ内手ブレ補正をオフにして撮ろうと思います。いや、それにしても HLG 楽ですね。やっぱ ISO が100近くまで稼げるのはめちゃめちゃ利便性が違う。 S ログはなかなかシーンを選ぶんで、がむしゃらにこう歩いて撮れないっていうのが悩ましいところですね。って言いながら前回がむしゃらに撮りましたけど、ただ今回の撮影、オペレーション間違えるとカタリスト使えないっていうかなりのリスキーな感じになるんで、すごい確認作業が大事ですね。今日は風も少なくていい感じですね。前回と色味の違い、どれぐらい違いますかね。個人的にはね、α7C の HLG すごい好きなんですよね。これぐらいのシーンでカタリスト使うのちょっと辛いんでね、レンズ内手ブレでいけるんだったらこれで済ませたい。この黄色い花がめちゃくちゃたくさん綺麗に咲いてます。本当、陽気が暖かくなって半袖でもいいぐらいですね。前回だいぶマイクのこと語っちゃいましたけど、やっぱり外撮りは ECM-B1M 楽でいいですね。音もいいし、なんか慣れてくるとこのレンズいいですね。自撮りもレンズの端っこ持てばいけるかなって感じで、こうやって止まって喋ってればカタリストブラウズ使うこともないんで、この画角でいけるならいいですよね。ただ単純に重いんで、ちょっと途中で心が折れるっていう感じと、あともうこれ本体より多分レンズの方が重いですねなんかレンズが本体で本体がおまけみたいになってます。結構バランスは悪いですね。でもズーム使える分やっぱねいいですね。24-105mm とうとうすべて葉っぱになって緑になりましたね。てかもう周りが緑だらけ。やっぱ HLG 気楽でいいっすね。そもそも α7C の HLG の色味僕好きなんで、いやもう α7C は HLG かな。 S ログ3も好きなんですけどね。でももう使いやすさというか万能っていう意味では HLG なんで、もう α7C は HLG かな。さて今日のポンタ君はいるかな。いることはもうここから確認できました。見えるかな。
ちょっと小さいけど最近のいつもの定位置にいますね。そしていつも可愛がってるおじさんが今日はいますね。さて最近僕のお気に入りの亀スポットへ行ってみようと思います。すでに 1,2,3,4,5 5匹ぐらいいるけど見えますか。また一旦逃げるのかな彼らは。ズームしたままだとやっぱり手ぶれもひどくなりやすい。お、今日はあまり逃げないぞ。慣れてきたか。逃げなかったな。慣れてきたのかな。あのこんだけカメ撮ってますけど僕カメ全然好きじゃないですけどねまた興味津々な奴らが寄ってきましたね。今日はね結構人が多いですね。ゴールデンウィーク中っていうのもあってさすがにね陽気もいいし出歩くなと言われてても、まあ、近場で少しねリフレッシュはしたいですよね。最近こうやって散歩 Vlog 撮るようになってからカメラを持ってない自分がすごい違和感があるようになってきました。びっくりですね。僕もともとはカメラすごく好きじゃなくってとかこう写真に写るとか全然好きじゃなかったんですよ。幼少の頃の写真はあるんですけど中学以降の写真ってほぼないんですよね。まさかねそんな僕がこうやってカメラを自分で持って自撮りするようになるとは思っても見なかったですけど今や毎日カメラをなんとなく持ってたいっていう風になりました。カメラねやり始めると楽しいですね。自撮りは 20mm が秀逸だと思ってたんですけど 24mm でもこれだけ撮れると思うと他の 24mm とかも気になってきましたね。 24mm スタートのもうちょっと小さいズームとか良さそうだな。場所変えたのに寄ってきた。え、俺は亀に囲まれるんでしょうか毎回ねちょっと恐ろしくなるんだよな。こんな端っこにカモがいましたよ。やっぱこうやってすぐにパッて撮ってズームできるのはズームレンズいいっすね。はい、ということで今日はこの辺で引き上げようと思います。この日々の Vlog でまあレンズだったり本体だったりピクチャープロファイルだったりの比較をしてもらえれば幸いです。それではまたお会いしましょう。もしよろしければ高評価、チャンネル登録、ベル通知よろしくお願いします。ということでまたお会いしましょう。まさかの50円引き食べよう。